グアルバ・グアローバ・ニョウインコは、超高インコ目下市で以下グアルバ族に分類される、鳥類。本種のみで、グアルバ族を構成する、ブラジル。マットグロス諸州では1991年に確認されたが、2007年にも確認例がある。1989年にロンドニア州で確認された、記録がある。全長34センチメートル。 全身は黄色い。翼は暗緑色。目の周囲が羽毛がなく、白い皮膚が露出する。交際は大々褐色。くちばしや講師の色彩はピンクがかった泡褐色。以前はアラチンが属に分類されていた。主に丘陵地にある熱帯雨林に生息する。季節によって浸水林や下半林を放浪する。批判殖期には夜間になると軌道で休む。 三から三十羽からなる群れを形成し生活する。つぼみや花、果実などを食べる。繁殖様式は乱生。十二月から翌四月に、下半輪の古樹や原生林の周辺にある地表から高さ十五から三十メートルの高さにある木の軌道に二から四個の卵を産む。一つの巣に複数のメスが計九個の卵を産んだ例もある。飼育下での放卵期間は、 約30日、群れで育成を行い、飼育下では3羽ずつの死ゆで育成した例がある。トウモロコシやマンゴーなどを食害する害鳥とみなされることもある。道路建設や森林伐採による生息地の破壊、害鳥としての駆除、食用やペット用、スポーツハンティングなどによる狩猟、採取などにより生息数は減少している。2016年現在は、 従来考えられていたよりも生息数が多いと推定され、ペット用の密漁、密輸も行われており、依然として脅威ではあるものの主要な減少要因であるとは、みなされていない。1975年のワシントン条約発行時から、ワシントン条約付属書愛に掲載されている。ありがとうございます。